こんにちは、こんばんは。お肉の大ちゃんこと浅井大志です。よろしくお願いいたします。さあ、今日なんですけど、今日はね、ハラミ、これをね、フライパンで焼いていきたいと思います。はい、ハラミですね。あの、ハラのミーということで、ハラミ、ハラのミーですね。はい、まあ、正確には横隔膜の部分ですね。はい、肺と、まあ、お腹の、真ん中ぐらいにあるね、しゃっくりの元と言われている横隔膜についてるお肉です。あの、ハラミってカルビとか、まあ、ロースとかね、まあ、そういうお肉と同じような感じで扱われるイメージがあるんですけど、ハラミって、まあ、実はね、ホルモン系、内臓系と言われるですね、お肉に分類されます。まあ、ですので、まあ、すごく霜の降ったね、カルビとかよりも少しだけですが、まあ、ヘルシーで脂身もね、若干ですが、まあ、少ない部位とされております。タンパク質をね、たくさん含んでいて、あの、体動かす方にはね、ダイエットにもすごく効果がある食べ物なので、まあ、脂濃いものがね、食べたいけれども、ね、ちょっとダイエット中って方はね、カルビよりも、まあ、ハラミをね、中心に食べるといいかなというふうにも思います。まあ、先ほどもね、ハラの身でハラミと言いましたけれども、ハラミのね、名付け親がね、大阪にある松屋グループさんのね、創業者の方が名付けられたそうです。私もね、実際に、何軒かね、松屋グループさんのね、焼肉屋さん、お伺いしておりますけれども、本当におすすめです。回転焼肉っていうのが、まあ、一升瓶はね、ありますけれども、松屋グループさんも焼肉特急というですね、列車がお肉を運んでくる、そういうようなね、最新式のね、焼肉屋さんをね、展開されておりますので、こちらもね、ぜひおすすめなんでね、行ってみてください。そんな松屋グループさんの創業者の方がね、名付けられたハラミ、フライパンで今日は動画解説していきたいと思いますのでね、それではどうぞー。はい、というわけで今日もね、このフライパンで焼いていきたいと思います。このフライパンもね、テフロン加工がね、もうハゲハゲになって、この安いフライパンでも美味しく焼ける方法ですね、お伝えしていきますので、まず焼く前にこれ一手間かけるとね、もう全然ハラミの味がね、違っちゃいますので、ぜひね、この工程を踏まえた上でフライパンで焼いてほしいと思います。まず最初に常温に戻してください。まあ、タンもね、そうなんですけど、まずはね、あの、常温に戻すことが大事です。タンはね、どちらかというと、まあ、スーパーとかで売られてるね、タンは薄切りなんですけど、ハラミって厚切りじゃないですか。だから常温に戻すと言ってもね、焼肉サイズにカットしてあるとはいえ、時間がかかるということでね、それがちょっと面倒くさいと言われる方は、こちらの道具もね、おすすめなんでね。はい、こちらということで、これですね。はい、これね、常温に戻す器具なんですよ。これ何かと申しますと、冷凍してあったお肉を冷蔵に戻す時にね、本来使うんですけど、冷蔵から出したお肉を常温に戻す時もね、あの、使えるんで、はい、これ材質がね、アルミニウムにできてるんですよね。アルミの上に乗せると食材って早く解凍できるんですよね。このアルミの上に乗せると冷たいお肉も常温にね、戻りやすいんですよ。さらにここにね、お湯を注ぐと、もっとね、解凍時間早くすることができるんですよ。それをね、ちょっとね、今からお見せしたいと思います。はい、こちらにね、ちょっと沸かしたお湯をね、注ぎ入れます。はい、で、蓋をします。はい、こちらね、冷蔵庫から出したてのハラミです。このハラミなんですけど、冷蔵庫3度で、管理していたものです。はい、これをですね、今からこちらの上に1枚、そしてこちらにね、1枚乗せて、どれだけ常温に戻るのがね、早いかっていうのをね、こちらのね、クッキング温度計、こちらでね、温度をね、測ってね、こちらとこちらでね、どちらがどれだけこれがね、早く常温に戻るのかっていうのをですね、はい、実験していきたいと思います。はい、でまずですね、両方いっぺんにこのハラミをね、乗せます。よいしょ、よいしょ。はい、
じゃあこれをね、ちょっと刺します。中心温度を測っていきます。はい、これを刺します。はい、こんな感じでね、刺しております。そしてはい、今ちょうど1分ぐらい経ちましたけどね、やっぱりこちらの方が、乗せた方が16度、17度、で今ね、何もしてない方がね、12度です。はい、はい、今ね、2分経ちました。はい、19度とこちらが13度です。お肉もね、こういう風にね、照りがね、出てますね。こちらまだ冷たいままです。はい、今3分経ちました。はい、3分で23度と15度です。だいたい23度ぐらいでね、お肉から冷気が感じられなくなります。はい、4分経ちました。これでね、26度、26度になるとお肉がもう生温かく感じます。26度ぐらいになったらね、もう OK です。でもまだこちらのね、お肉はね、まだ16度です。もう4分ぐらいでね、26度になるんで、すごく早いです、常温になるのが。でこちらはですね、だいたい26度になろうとすると、通常ですと20分ぐらいかかります。だから20分ね、かかるものがアルミのね、器具を使うと、なんと4分で常温に戻ります。こちらが常温に戻った26度ぐらいのハラミですね。めっちゃ柔らかいんですよ、これ。これがもう常温に戻ってるハラミですね。柔らかい感じでね、生温かい感じですね。一方このまだ15度ぐらいですかね、のハラミ、ちょっとね、締まった感じで、まだ冷気をお肉から感じます。はい、まだちょっと冷たいままですね。はい、ぜひですね、美味しく焼くにはね、常温に戻してから焼いてみてください。はい、では早速ハラミ動画を撮っていきたいと思います。じゃあフライパンで焼いていきます。はい、ではですね、こちら常温に戻したハラミ、こちらを焼いていきます。はい、フライパンはね、強火でいきます。はい、強火でさっと焼き上げます。よく焼きで、ウェルダンでね、焼くといいと思います。中までね、しっかり焼いてもね、旨味の強いお肉なんでね、ジューシーに仕上がります。はい、まあ牛脂があればね、あ、牛脂引いていただいた方がいいです。はい、では早速焼いていきます。はい、はい、こちらなんですが、側面見ていただいて、お肉がね、茶褐色にね、3分の1ぐらい経ったら、もうすぐにね、ひっくり返します。肉汁もね、浮き上がってきますのでね、はい、このタイミングでひっくり返します。はい、常温に戻してあるのでね、すぐに焼けます。はい、チラチラ裏面をね、チラチラ見ながらね、はい、はい、両面きつね色にね、焼き上がったら重ねまして、そしてフライパンの側面でね、フライパンの端の方でね、側面を焼きます。側面も焼き目をつけていきます。はい、側面もね、同じようにきつね色にね、はい、こちら面もね、しっかりと焼いていきます。はい、横も焼き上げたら、下も焼き上げます。そしてこちら反対逆の方もね、このように焼いていきます。両面、側面、上下で、ね、6面体全部きつね色にこんがりと焼き上がるまで、さっとね、6面体全部を焼き上げていきます。はい、そして出来上がりです。こんな感じです。
はい、ということでハラミの焼き上がりです。はい、ウェルダンでね、よく焼きで中までね、よく焼けてると思います。あの、常温に戻して強火で素早く手早くね、両面をこんがり焼き上げ、そしてなんか側面も含めてね、6面体しっかり焼き上げることが美味しく焼くポイントとなってきます。はい、というわけで焼き上がったハラミをね、はい、いただいていきたいと思います。そこでハラミによく合う調味料、はい、こちらをお伝えします。まずはこちら、粒生胡椒。はい、この粒胡椒もね、すごくよく合いますね。はいはい、しっとりと焼き上げたハラミを粒胡椒を乗せてね、はい、食べていきます。はい、これめっちゃ美味しいです。うまみがね、ハラミジューシーで強いんでね、あのパンチの効いたね、調味料すごくよく合います。はい、うまい、うまいです。はい、続きましてこちら、わさび醤油。はい、こちらもね、よく合うんですよね。はい、わさびを溶かして、やっぱジューシーなので、こういうね、わさびのツンとした香りと、そしてわさび、あ、醤油のね、醤油でね、すっきり、食べるとね、非常に美味しく仕上がります。いきます。あー、美味しい。ハラミのね、脂身をすっきりと抑えてくれて、後味がね、さっぱりしますね。めっちゃ美味しいです。まあ、あとはおなじみの一升瓶の味噌だれ。はい、こちらもね、ハラミとめっちゃよく合うんですよ。はい、おー、めっちゃジューシー。うん、やっぱ味噌だれはね、肉の旨味をさらにね、美味しく引き出してくれます。はい、うわ、よく合いますわこれ。ごちそうさまでした。はい、というわけで皆さん、本日も最後までご覧いただきましてどうもありがとうございます。今日の動画いかがだったでしょうか。あの、ハラミもね、すごくメジャーなお肉でして、まあ今やね、もう大人気な、焼肉の定番としてね、置いてありますけれども、意外にもですね、焼き方がわからないという方がね、多くてですね、今回の動画にを、撮るきっかけとなりました。また続編といたしまして、まあハラミをね、ヘルシーに焼く方法だとか、そういうものも、今後ね、動画でお伝え、していこうと思っておりますので、引き続きご覧いただけますようよろしくお願いいたします。はい、私のハラミもね、あの、パンパンになりましたので、はい、私ぐらいの年になりますと、あの、サシの入ったね、お肉もなかなかたくさんは食べれないんですけども、やっぱりハラミとなるとジューシーなんだけどヘルシーっていうようなね、感じで、はい、美味しくいただけます。それをね、まあタレをつけながらね、焼いたりだとか、いろんなね、味の変化も楽しめますんで、これからもね、ハラミを通していろんな人を、幸せにしていきたいと思います。というわけで本日の動画いかがだったでしょうか。面白かったな、役に立ったな、こいつ面白いやつやなというふうに思っていただけましたら、ぜひですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ということで本日も動画ご覧いただきましてありがとうございました。三重の松坂、焼肉ホルモンの店、一升瓶。